ましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。結構プレッシャーもあったかなと思うんですけど、はい、すごくドキドキしてました。2話っていうことでやっぱり大体ドラマって1話見て2話見て見るかこれから見るか見ないか決めるあたりだったりとかもしたり、これから見たいっていうふうに思ってもらえたら嬉しいなって思いながら、もうまっすぐにただただ頑張りました。チア部の話になってくるので、一緒にチア部のメンバーとして頑張っているキュマイチのみんなと、あとエキストラさんとして入ってくださってるチア部のメンバーと、一生懸命チアを練習して挑みました。こう印象的なエピソードとかってございますか？そう、タイトルバックでみんなでチャレンジ動画でもしていて、なんかバカっこいいみたいな、例えばゴミ箱に前を向いてペットボトル投げてシュートするとか、多分150回ぐらいチャレンジしててそういうところもぜひ注目してほしいし、私たちももうドキドキしながら見守りながら入った時はみんなでわーって歓声を上げて喜んだりとか、なのでなんかそこら辺からすごいチーム感が出ました。一緒に同じものを作ってるっていう感じが改めてして、魅力、お芝居の魅力だと思うので、自分じゃない何かになれるっていうところは、そういうところに憧れて女優さんになりたいなって思いになったので、なんかこの作品ではこういう風に静かに見えたけど、この作品オレスカだとすごい明るく、あ、すごい性格悪く見えるとかいろんな高橋ひかるを知ってもらいたいし、自分でもいろんな、あ、こういう一面もあるんだっていう風に改めて自分のことを知りたいなっていう風に思ってます。古田さんのここがすごいみたいな感じる部分とかってありますか？膨大なセリフ量で、しかも結構長回しで、今まで体験した現場は割となんかここ撮ってここ撮ってここ撮ってって同じシーンでもっていう風にイメージだったんですけど、今回のドラマはその長いセリフをずっと通して言うので、どうされるのかなって、どういうずっと同じ熱量で伝えなきゃいけないの大変だなってずっと思ったんですけど、でも変わらない熱量でずっと熱くこのメッセージを届けてくださって、なんていうんですかね、一言一言重たいというか身に染みるというか、なんかかっこいいなとか、こういう生き方素敵だなって思ってもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますし、実際に私もかっこいいなって思いました。古田さんのお芝居見て、高橋さんからこうメッセージみたいなのって何かございます？やらない後悔よりやる後悔です。すごいありきたりやけどでもほんまにこれはすごい大事だなと思ってて、その私はこの仕事を始めさせてもらったきっかけがコンテストで、ダンスを習っていて、そのダンスの先生にこういうコンテストがあるんだけど応募してみないっていうふうに言われて、正直芸能界に興味あったんですけど、それ何をすればいいか分からなくて、なんか事務所もいっぱいあるしっていうふうに思ってたんですけど、人に勧められたからとか、その理由は関係なくやりたいこと、この芸能界に限らずとにかく挑戦してみて当たって砕けるみたいな感じでやることは大事かなと思って、私も絶対受かると思ってなかったし、こうやって今お仕事をしてるとも思ってなかったし、とりあえず記念作りに応募してみようぐらいに思ってたけど、こうやっていろんな方とお仕事でご一緒することができて、すごく素敵なお仕事を今させてもらっているので、何事も恐れずチャレンジすることがとても大事だなと思ったので、ありがとうございます。視聴者の方にメッセージというか、もしあればお聞きしたいなと。もう高校生じゃなかったり、もう今は社会人だけどっていう人でも、内面は子供だったり成長しきれてなかったり、その高校生の先が止まってたりとかっていう人がたくさんいると思いますし、実際に今私たちみたいに高校生として生きている子とか中学生の子とかたくさんいらっしゃると思うんですけど、どんな人でも響く言葉が絶対この中で、ドラマ見てる中で一つはあると思いますし、人として見てて成長できるドラマかなと思うので、ぜひぜひ最終話まで見届けて、きっと見終わった後は何か変わってるんじゃないでしょうかと思います。今後やっていきたいことって何かございますか？今ラジオをさせていただいていて、すごく話すことの楽しさとか魅力とか、言葉だけで何かを伝えれるようになりたいなって、この仕事というか女優さんっていうお仕事もそうだと思うんですけど、言葉とか表情とか一つで何かを伝える、表現はしていきたいなと思います。これからもこのお芝居に限らず
写真でも、うん、そういうラジオでも、何もバラエティでも何でもいろんなところで表現していきたいです、うん、なんか幅広く頑張りたいです、うん、そうです、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。